はい。皆さん、こんにちは。ちでございます。さあ、今日で取りだめ終了ですね。はジャの封印。さあ、今週はいっぱい喋ったので、まあ、今日も喋っていくことになると思います。あの、ご覚悟ください。えー、で、今は、おお、3600までいったわ。3600までいったね。さあ、じゃあ、引き続き、えー、知名度。 この敵が一番無難だね。いや、メディアさんまでレベル上がっちゃった。メディアさん正直そこまでレベル上げようと考えてなかったんですけど、まあ、この敵でやっていきましょうか。まあ、すっかりお得意先だよね。で、連チャンしやすい敵なので、ちょうどいいかなという気がします。ね、ほら連チャン始まった。 さあ、じゃあ今日はどんな話しようかな。いや、もう結構ネタ切れたんだなと思うんですがあ、でもそういや最近ね、また喋り出しました。まあ最近というか、ここのとこ、不定期枠がね、全然ないんですけど、まあ、根本にあるのはね、お金がないからですね。うん。もう私、今は本当にお金がないです。うん。なので、本当はあのー、あれやりたいんですよ。えブラッド動画。 うーんまあ、お金がなければ暇もないってやつですね。あのブラッド動画したいんですけど、えー、まず、あのー、まず第一に、えー、ガソリン代が高い。うん。これでブラッド動画ができません。まず一つね。じゃあ、自転車でやったらいいじゃないのと。うん、そこなんですけども、えー、今度は暇がちょっとない。っていうことですね。というのも、 あのー、今、結構忙しいんですよね、実は。実は忙しくて、忙しいんですけども、入金が遅れちゃってまして。だから今私ね、えっと、や、三つ仕事、二つ仕事を収めてます。二つ仕事を収めてるんですけど、で、今三つ目をやってます。三つ目をやってるんですけども、まだ一つ目の入金がありません。あ、ただ、 一つ目の入金は今月。あのー、今月末でもらえるんで、もう時期もらえます。もうこれはあの請求書も出してるんでいいんですけど、二つ目の仕事が、どうも今月請求出せないみたいなんですよね。うーん、ちょっとのんびりしてるな、お客さんも。ちょっと困ったもんだなと思ってるんですけど。だから、もう今月の入金分で、来月もね、 今月分も来月分もやっていかないといけない状態になってますね。まあただ、ね、あの、信用があるんで、あの、払ってくれるっていうのは私分かってるんで、あの、我慢しますけど、うん、で、今、えー、3つ目の仕事やってます。なので、ちょっと自転車で出るとすると、ちゃんと計画して出ないといけませんね。うん。まあ出る時間は作れるんですけどね。 あとまあちょっと昼間出られないね暑いから <laughs> 暑くて昼間は出れませんねうんただちょっとあれですねその3つ目の仕事が結構私もねもう3つ目の仕事は入金早くまあ研修なんですけど研修を早くさせようって思って今ちょっとねまあもう前段階でガッツガッツ作ってやろうと思ってでもね あ,のあ、注文できてお願いするよって言った頃には、はい、できました、納品、もう実はできてんです、納品しますっていうような感じに持っていこうと思ってるんですよね。うん。あのー、のんびりしてるもんね。だから私、あのー、まあ、議事録じゃないですけど、打ち合わせ資料作ってるんですけど、もう1ヶ月半ぐらい経ってますもんね、あのあの初回から。うん、干上がっちゃう、干上がっちゃうって。ねそのけボリュームがありゃいいんですけど、 せいぜい3ヶ月ほどのボリュームのもんに打ち合わせで1ヶ月半かかっちゃダメでしょって <laughs>。ってね、ね本当冷やがっちゃうわっていう感じになっちゃうんで。うん。だからもう前、ね、だからこれ失注したら偉いことになるんですけど、まあ失注はしないと思います。うん。今までの流れで。うん。失注したらもうほんとね、あの、だからまあある種失注していない今でも自転車操業ですね。うん。何度か打開したいんだけどね。 うん税金も高いし。<laughs> もうね、稼いだら稼いだで税金取られるんで、なんか意欲なくなっちゃうよね。うーん。と、なんかいい方法ないかな <laughs> って思うんですけどね。うわ、レンちゃん入ってるわ。さすがに、もうアモッちゃんやばいよね。うん。あ、もう次行っちゃダメだ、アモッちゃん。うん。次来たら逃げよう。うん。 もう会えない。会ったらまずい。いし。メディアさん半分減ってないもんね。すごい差だね。はい。えー、っと、1、S。えー、1、2、S と。え、これね。このが、先行入力できないんですよね。この画面だって、ここまで来ないと、あの、Yes のキーが。 入ってくんないんで、いや、ここは先行入力してほしかったなと、つくづく思います。めんどくさいんでね、もうね。はい、えー、じゃあ行きましょう。こ、このパートで、ああ、ダメ、喋ったらダメなんだね、これ、逃げないと。R と T が横だ、横なんでね、逃げると戦うが、あ、逃げると喋るが、隣のキー同士なんでね、 今3000まだマイナス3000あっマイナスあゼロになることはないなはいはいそうだね他のトレモちゃん以外の3人には まあ、楽勝な、楽勝な敵だけど、トレモちゃんにはちょうどいい敵だね、これね。あ、トレモちゃんもレベル上がってるわ、いつの間にやら。上がってんね。強くなった実感があんまないんだけど。はあさすがに私も喋りすぎだから。今週喋りすぎだから、もう、もう喋ることないわ。さあ、じゃあ、ハジの封印のことでも喋りましょうか。 もう恥の雰囲気のこともし,しゃべり喋ってもうネタないよねうーんまあ次そうだあのアドベンチャーでねまあ次はあれなんだっけ次はあれだねアドベンチャーはあの軽井沢遊んな内だっけこれは別に高画像さんではないんですよね下手するとエニックスかなあのー 佐久間さんだっけドラクエのね。佐久間さん絡みだったかなあ、そうだそうだ。アスキーかどっかだっけエニックスじゃないんですよね、確かね。それで、どなたかとコメント交わした記憶が今、ふって読みがありましたね。うんあそうだ、最近解説動画見てたら思ったんですけど、 イースって日本三大 RPG のうちの一つって解説してたんですけどそうなんですねそうなんですかねいやドラクエファイナルファンタジーの次にイースが来るって言ってましたけどでまあその解説動画見たらイースってそんなに出てるのっていうか十10出てるんですねもうこのイースがイースが40周年 ?30 周年 ?30 じゃないな40周年か になるんですかうんえ40引いたらいやいや40じゃない35かほんならうんねえなんか区切りの35周年みたいなこと言ってたと思うんですけどいや35は区切りって言っていいのと思たんですけどね <laughs> だから35周年っていやそり40周年とかね10の場合だったら区切りだなぁと思いますけど 35って区切っていいのってちょっとね思っちゃったりもしたんですけどまあまあこれは見る人によっては違うんでしょうけどまあそのねあのー、ごめんなさい今まあそのって言った時に田中角栄さん思い出しちゃって今頭の中あの止まっちゃった <laughs> えー、まあそれ置いときましてねイースってそこまで行ったんですねもうだからコンシューマーゲームとかにあのー、もう出してて 10まである、去年10出たかなんか言ってましたかね2023年にねへえって思ってうんもう私はイースはね2でもう私なんか終わっちゃってるんでうん3もオリジンもやりましたけどうんぶっちゃけ私の中ではもう3もオリジンまあ3はねもう酷評でしたからもう私の中ではもうオリジンはイース、まあイースの焼き直しだね <laughs> 曲と、ボスの、ボスが、あの、イースっていうだけだったね。うん。そう思いました。うん。逆に、あの、うん。本当に、あれなんだね。もうブランドってできちゃうと、特にゲームの場合はブランドになっちゃうと、もうそれで出すのが、一番わかりやすいんだね。うん。だから、そうだ。 あのー、英雄伝説ファルコムの。英雄伝説も、ドラゴンスレイヤーシリーズになってますよね、ドラスレシリーズ。いや私ね、英雄伝説はあれ、別にドラスレシリーズじゃなくて、盛れたんじゃないのって思うんですけど、それはよくできてたゲームなんで、ね、だからあの頃にはもうイースのメンバーいないんですよね。よくあそこまでいいの作れたなと。あ、ちょっとごめんなさい、咳出ます。<laughs> ごめんなさい。 思ったんですけどねまあなんかイースはね8910ぐらいがすごいよくできてるっていうのを聞いてうんやってないねと思いながらね勝ててもうやる気はあんま起こんないんですけどねうんまあなのでちょっと驚きましたイースは日本三大 RPG 確かにまあこんな3番目何な,なのって言われたらウィザードリーとかは日本じゃないもんね うーんあでも個人的にはね、キングスフィールドとか押したいけどね。あキングスフィールドは面白かった。まあ、ロマンシングサガも有名だけどね。でもロマンシングサガはまあね、まあ、ファイナルファンタジーだからね。まあ、ファイナルファンタジーって言ったらなんですけど、まあ、エンジンはファイナルファンタジーに近いかなって、ねまあ、スクエアさんだからね。あ,あと、聖剣伝説も面白かったか。 まあ、イースはやっぱり曲、あと爽快感が良かった気がしますけどもね。うん。ね、あとやっぱシンプルで、溶かせる RPG ってね、い、うん、うので良かったと思いますけど、いつもの仮場ここでしたね。うん、一応経験値入ってんだね、これね。上がっててんだね。 あら、ガイさんまたレベル上がっちゃったんだね。うん、ちょうど手頃な敵かもわかんないね。もうあとレベル一つ二つ上がったら、あのー、あれしようと思います。もう山とかに行こうと思いますね。あ、ギャーマ。うわ、1633個もある。あの、牙がいつの間にやら。お金もめっちゃ減ってんもんね。ちょっと換金しに行くか。 どれぐらいもらえるんだろうここだっけ違ったね。読んでみてよと。うん。人知れぬ道の方でした。ということは、ここじゃなくて、こっちか。はい。あ、でももう時間よくなってきたね。なんだかんだ言ってね。 木は買いに行きましょう。あらあこっちだ、木場は。あーまあ、呼ばれたらちょっと行こうか。あー逃げないと。どれぐらい減りました、今。あ二2000台か。ということは、来週でやっとプラスに転じるね。 プラスに転じたら今までなんか色々言ってきてた人のあのネガティブに言ってきてた人のこっちだっけいや違うね。ここか。会話が変わるだろうと。はい。いくら入っていきますかおお、10万超えたおお。というわけで、維持がなりましたね。いやー、これじゃん,ん、長いこと喋りましたね、ほんとね。えー、この辺で終わっておきたいと思います。えー、どうもありがとうございました。